選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。この時間はパリ・サンジェルマン対タトゥムユナイテッド、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。パリ・サンジェルマン対タトゥムユナイテッド、さあ北澤さん、本日の試合どの選手が一番気になりますか？クリスチアーノ・ロナウドですね。得点能力、身体能力、すべてにおいてトップレベルですよね。プレースタイルも変化してますけども、ゴールに向かう姿勢やここ一番での決定力は変わらず素晴らしいですよね。彼の存在感はやはり大きいですよね。なるほど、相手の守備陣がどう対応するのかというところも見どころになりそうですね。前半17分を経過。パトゥムユナイテッドはここまでは出だしよく戦えているという印象です。裏へのスルーパス、抜けるか、足元上手いですからね。ミドル、これは収まりませんでした。まあこういうチャレンジはいいですよね。どんどん打っててほしいですね。ここでのパスは危ない。いいプレッシャー、スペースを狙う、チャンスになる、どうだ、シュート、アリサンデルマン先制。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあパリ・サンジェルマン先制1対0です。一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね。シュート出るか、北澤さん、これ早かったですね。いや、これはまたすぐに追いついちゃいましたよね。今日は動きのあるゲームになってますよね。一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出しても受けてもバッチリでしたよね。タイミングが違わないとこういったゴールって生まれないですからね。これで今日のゲーム面白くなってきました。得点直後の相手って集中力切れますからね。まさにそこをついたゴールですよね。そうですね。さあ右へ預けて、ルアンから中、こう前すいたので危険でしたね。これ仕掛けるか、スティジェホー、ポストの左です。パリ・サンジェルマン決定的なチャンスを収めることができませんでした。アクババ、ボールを下げてリズムを作るか、裏を狙う、ヌッツェーター、これはどうだ、来た、勝ち越し、ゲームをひっくり返します。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか？いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、
手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。マリーサヌーヌ抜けてくる、ドリブルですね。チェックを受けながらのドリブル。上げてくる、長いボールを送ります。前半終了です。非常に動きのあるファーストハーフでした。失点の後怒涛の攻撃。さあまずは最初の45分を終えました。前半からすごい試合展開になりましたね。いや試合の流れって恐ろしいですよね。このまま追加点が生まれるのか、また再逆転あるのか、こちらの試合後半も非常に楽しみですね。パリ・サンジェルマン対パトム・ユナイテッド、パトム・ユナイテッドが2対1とリードして後半に折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。うわまだいっか。サイドを使います。ここ来ましたよ。ここで丁寧にコントロール、収まってフリーだ。一旦前を取る、ミドル、ここで前を向けるか。撫でるようなボールタッチ、ミドル、いやこれはわずかに左でした。まあ距離関係なくシュートとフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。さあカウンターのチャンスになります。左サイド上がっていく、一人で行く、中上げる、パリ・サンジェルマンあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。このボールはカットされます。スルーパス、おー、いいオーバーラップですよ。ここで受けて、さあ左へ預けて、これはどうだ。さあ左サイドへ、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。アウェー側としては少ない残り時間どう使ってくるのか注目ですよね。クリアです。試合終了、2対1逆転で試合に決着をつけました。勝利です。北澤さん、